はい、こんばんは。すいません、ちょっと遅くなりましたけど、ちょっとスタート遅くなりました。日本は今金曜の夜夜中1時前ということでしょうか。まあ明日はね、一応まあ土曜日ということなんで、遅くまで起きてる方もいらっしゃるかもしれません。試合からちょっと時間経ってますが、祝勝会やっていきたいと思います。いっぱいやりました、マジで。やったぜ。今ルームメイトのチアゴはもう今まさにやってる韓国戦をスタジアムに見に行ってます。はい、なので部屋には私だけです。私とボンビーだけです。まあまずは乾杯しましょうか。公式スポンサーバドワイザーもありますんで、ちょっとこちらでね、今金曜日の夜ということもありますので、ちょっと皆さん乾杯していきましょう。うまわ。新しいですね。オッケー。いた。イミシンさんに移りました。なんかトレンドの入りもしてたらしいです。ありがとうございます。私もこちらいただきます。はい、スークワキーブたくさん日本戦。まずはちょっと日本の勝利、そしてクロアチア戦、新たな歴史を作る日本に敬意を表して乾杯。ブラボー、ブラボー、ブラボー。生ブラボーも聞きました。うん。酒うめえ。酒うめえ。ちょっとご飯も。はい、今日頼んだご飯ももうね、かなりアメリカンな食事ですけど、毎回ツイートあげたかもしれないけど、こんな感じです。こんな感じですね。バーガーをちょっとあと見せてもらって、バーガープラス、チケーバーガーが。で、ポテトとこの、まあ、ケンタッキーのチキンクリスプみたいなのがついてる感じですね。これをいただきたいと思います。もうね、今日も、まあ、昨日そもそも、かなりちょっと夜中まで祝勝会の方も盛り上がってましたんで、寝たのはもう5時とかそれぐらいなんですけど、今日もね、スークワキーブに行かせていただいたりと、あったんで、まあ、食事でまたちょっと長い間取ってなかったんで、ちょっと昼飯食ってなかった。はい、がっつり系です。はい、日本の状況どうですか、皆さん。日本の雰囲気は。いただきます。はい、うん、だ、これ何の音だ。確かにこうピッピッっていうのはだ、レントゲンみたいなのとちょっと何の音なんだろう。冷蔵庫開いてるんだ。開いてるんだとしたらあなただけど、うん、おい、どこ、どこってなんだよ。明らかに今冷蔵庫閉めただろ。本当にずっと彼でした。はい、原因分かってよかった。まずは、いや、大体前だ、原因は、うん、オッケー、うん、このトラブル。まずはごめんなさい。いや、出てきた。まずはね。うん、まずはな、あれ、なんどこ、どこっつとか言って。違う違う、何かわかんなくて。いや、明らかわかる。ここにいてわかんだから。オッケー。お前の冷蔵庫の話。リッパーリッパー、そのやつ出てっていいよ。オッケー。スモールコアラってなんだよ、これ。ヒカキちゃん、ありがとう。さっき会いました。先ほど会いました。うん、もう本当にこういう人です、結局。ありがとうございます。あのね、ヒカクさんから差し入れたくさんいただいたんですよ。ありがたいことに。はい、で、まあ、カップ焼きそば2つあって2人で1つずつ食べてくださいみたいな、はい、いただいたんですけど。なるほど。彼は自分の食って、はい、で、もう1個俺の分を勝手に他の人にあげました。はい、本当にそういう人なんです。はい、草場からちょっと連絡できてます。バボ、今日は釣ったし、ありがとうございます。うん、菅谷さんがね、レポーターやってる番組に僕もちらっと映られていただきました。マジで本当にこういう人です。ありがとうございます。まずは、うん、本当にヤバい人だと思う。ちょっとバーガーいただきます。うん、地図も読めないし。 OK。うん、おっかいやつだ。うん、上司の気持ちは分かるわ。はい。うん、違う駅に連れてかれた上司の気持ちが。オッケー。うん、
盛り上がっておこうぜみんな、うん、俺はガタリティを変わってないこと分かったんかい何をみんな俺は何も変わってないから全然遠い存在とかになってないからねそこ安心してくださいうんあルームメイトは今あの韓国戦スタジアム見に行ってますよ、うん、そう自分の分あげるんじゃなくて自分は食べて俺の人にあげました、はい、なるほど勝手に何も言わずに、うん、これ食べてみたいな、うん、ありがとうございますてかね、そこはもう遠くに行くわけないですよ、うん、もう変わりませんみんなそういるからね一切変わってません、うん、終わったえ、なに誰どこチャンスうんうんうんバドワイザーうまいっすね日本の雰囲気どうだったんですかね、まあ、日本時間金曜の朝4時ということだったんですけどぜひ日本の盛り上がりの雰囲気も教えてほしいですねうんまずカタールの伝えないはいいやもうね受け身じゃなくてオッケー発信者としてはははは、うん、オッケーできないオッケーオッケーまあいいなお前カタール来ても調子いいねオッケー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 うんちょっとすみません、先に逃げしちゃいましたいやだ、今日スークワキールっていう、まあ、中心が行ったんですけど本当にね、もうたくさんの人からいやもう、コングラチュレーションジャパンってもう本当たくさん声かけてもらいましたねいやもう歩くだけでもう日本人であるということだけでそうやって声かけられるんでいや本当にそれだけね、世界に勝機を与えた勝利なんだなって思いました、改めてカタールそういう雰囲気ですうん、小原さんのおかげでワールドカップめっちゃ私いや嬉しいですねうんまあまあ比較ちゃんもあって動画上げてくれてるんでね非常にスピーディーにうんアベマのスペイン戦合計2000万視聴すごいねうん、うん、いやアベマさんもこの時間でねうんいややっぱりねテレビねなかなかタイミング見られない方もいるんで、これはすごい貢献されてるんじゃないですか、アベマさんが。このワールドカップを広めるっていう意味で。うん。カタールで日本のユニフォーム売り切れてるの本当ですか？そうなのかな？でもなんか、人気っていうの話は聞いたし、よく交換してくれっていうのはよく言われますね。うん。うん、いやいやいやさ、なんでカタールの動画時系列ごちゃごちゃなんですかということです。ちょっとすみません、それはいろいろこちらの生活に慣れるまで時間もかかってしまって、ちょっと出すタイミングがぐちゃぐちゃになってしまいました。はい。失礼しました。うん。こちらはですね、SC…AMR、こっちは今、6時50分ですね。うん。ちょっともっと試合の話できない。はい。カメハメは、ちょっとすみません。大丈夫、間違えました。はい。はい。ちょっと試合の話いきましょうか、昨日の。まあ、試合前の雰囲気っていうところで言うと、まあ、いや、日本のファンも、どうだろう、ファンの数としては、どうだったかな。結構スペインのファンも、日本の方が多かった。日本の方が多かったかな。うん。多分。まあ昨日もちょっとその、メインのまあちょっとメディア席の近くのところで見たんですけど、まあやっぱりやっぱ改めて君がよね、心高ぶりました。近くいろんな有名人いました、ね。ああいましたね。これ言っていいのかな名前っていうのは。だって解説で来てる。まあまあそうね。まあ内田篤人さんとか、はい、はいはいはい、まあ、佐藤寿人さんもいらっしゃいましたし、で近くをね通った方もいらっしゃいましたね。はい。それ別にいいんだよ、ね、言ってもそれは。まあいいんだよ。うん。まあ山本昌邦さんとか、あと西野さんもいらっしゃいましたね。はい。まあ、今いらっしゃっても横プッスッて通り抜けました。まあお疲れ様ですっていう
多分同じ日本人として声をかけさせていただいたんですけど、西野さん挨拶返してくれました。あ、そう、西野さん挨拶返してくれましたね。うん、西野さんはやっぱすごいハンサムな感じだったな。初めて生で見ましたけど、近くでね。うん、あとは近くで行ったら、あ、誰かな。まあまあ、川地さんにも、記者の川地さんにもお会いしましたね。うん、うん、まあ、試合後にも、まあ、ちょっと見かけた方も本田さんとか、まあ、牧野さんとか、そういった方も見かけてます。うん、はい。555SSさん、ブラボー！ブラボー！ありがとうございます。ありがとうございます。カリカリさん、ありがとうございます。個人的 MVP は大然選手でした。お二人の MVP は。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、まあでも僕、どう。もうちょっと試合振り返って。まあまあ確かにそうね。はい。ちょっとここから振り返っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてローンチさんからありがとうございます。昔から見てる頃はここまで大活躍して、歓喜、普通にすごいおめでとう、そうということです。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、いやいや、本当にそれも皆さんのおかげでこういう本当に素晴らしい経験させてもらってます。ありがとうございます。うん、うん、那須さんはもういらっしゃったっていうのは知ってるけど近くでは見てないね。あ、渡辺直美さんとかもいらっしゃったんだ。なるほど、うん、ケビン・ジェアさん、ありがとうございます。もしかしてワールドカップ終わったら日本に帰ってくるつもりじゃないですよね。帰国します。いや、こっちは合ってるよ。合ってるというのはどういう意味で。いや、すごい多様性がある、うんうん、多様性というのは、うん、いや、うん、いやいや、でも本当楽しいです。いや、本当受け入れ、こんな僕でも受け入れてくれる人はたくさんいて、うん、うん、嬉しいです。日本では許されないのか、うん、たくさんしてるもん。オッケー。デジュナありがとうございます。カタールめちゃくちゃ楽しいで羨ましいです。あ、素晴らしい景色見えましょう。ブラボー、ブラボー。ベスト8だよ、日本にとっての新しい1ページは。コアラさん、スタジアムで大人気です。やめてよ、ひかくちゃんは。うん、いや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 、ありがとうございます。フィアプラスのアンバサダーに上り詰めたアキラから、コアチに何か一言ありますか。いや、まああれもね、ああいったことがあって積み重ねで今があると思うんですよ。コアチにも感謝したいと思います。はい、はい、まあ、よくポケモンの話はね、結構外国の方からもされますね。ナルト、ワンピースとか、うん、うん、いやー、だからまあ試合で言うと、まあ、まずその国歌斉唱で、まあ、非常にね、気持ちが入りまして、あと日本代表のね、試合の時の、ごめんなさい、ちょっと名前存じ上げなくて大変恐縮なんですが、スタジアム DJ の方もね、現地にいらっしゃるんで、そういった方が、日本代表の皆さん盛り上がっていきましょうっていう、こうスタジアムのアナウンスとかもあって、そこも異常に一体感って盛り上がりましたね。なんだっけ、ドラフト会議の人。あ、そうそうそう、ドラフト会議とかの音声もやって。関根さん。あ、関根さん、はい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 。最初の試合からいらっしゃったかな、多分、おそらく、うん、ドイツ戦からね。ドイツ戦からいらっしゃいました。はい、もう多分両国、多分スペインも多分そういう関野さん的な立場の方なのかながいらっしゃって、会場のスペインファンの皆さん一緒盛り上がっていきましょうみたいな感じでやってましたね、試合前は。うん、うん、いや、僕は今日ゴーはゴールラじゃなかったんですけど、やっぱり本当に日本のゴールラファンの方々ももうめちゃくちゃ気合い入っててね、もう応援もすごい響いてましたし、結構やっぱ特に南米の方からかな、日本のちゃんとすごいいいねとか、まあ、アルゼンチンの方とかね、特に南米の方から日本のオーバーも日本のちゃんと教えてくれとかっていうのはよくたくさん言われましたね。うん、うん、目覚ましテレビの藤原のところに行きました。中継声だけ聞こえた気が。あれ、目覚ましテレビさんは隣の隣ぐらいだったかな、多分。隣は？隣はなんかさ、多分外国のメディアの方だったでしょ。逆側か。あ、右、あ、確かに。ちょっと僕の声かもしれません。小浜さん、ありがとうございます。あきちゃん、ポンちゃん、ひかくさん、お疲れ様でした。テレビで見る感じ、追いついてから会場の雰囲気は完全に日本の雰囲気でしたが、それまでの雰囲気、特に前半先制されたと結構重苦しい感じでしたか。これそうだったね、会場の雰囲気は。まあ結構早い時間の先制されて、 その後なんかすごい上で、そう、ずっとなんかもう、いや、言ってもだって支配率も出てたけど、多分十何パーとかだったし、日本が、だから多分中立の立場の人からすると、まあ、ちょっとその一方的にスペインが支配して、
な展開ということで、まあ、ちょっと、まあ、僕はもちろん日本のファンで違うんですけど、ちょっと秋があったのか、もうずっとこうウェーブをやってっていうのがあって、まあ、日本のファンからするとちょっと重苦しい雰囲気ではありましたね、うん、正直。1点先制されてた時は。うんうん、で、まあ、前半で言うと、まあ、今も話した通り、やっぱ早かったんだよね、ちょっとドイツ戦に比べても、うん、失点のシーンが。でもうクロスから、まあ、もうあそこはもう完璧にやられてしまったっていう感じだったので、モラタ選手ヘディングでね、うん、まあ、モラタ選手目の前で見ましたけど、ミックスゾーンで非常にかっこよかったな、うん、ちょっ、まあ、もちろんドイツ戦と、ね、同じような、まあ、展開であるんですけども、ちょっと早い時間と先制点取られたんで、いやちょっと、まあ、打ってくるシーンはありましたけど、まあ、そこはグッとこらえて、やっぱ選手を信じて、まあ、ここからやってくれるだろうと慎重に応援しました。ただちょっとやっぱイエローカードがね、うんうん、センターバック 3人の選手の方が、ね、出てしまったんで、うん、ちょっとこれはちょっと心配になりましたね、さすがに。スペインの、うんうん、攻撃に対してもう3人ともらってしまったら、うん、ちょっとこれはスペインの攻撃しのぎきれるかというところ、ちょっとそこはかなり不安でした。うん、やっぱペドリとガビとかうまかった。いやそうね、うん、吉田選手の厳しいだろう、まあ、あれもちょっとごめんなさい、まあ、遠くから見てるのであれですけど、吉田選手かなり抗議してましたね、あのイエローシーンは。今のはないでしょっていう感じで、うん、ちょっとお茶会でよく合わなかったですけど、うん、そろそろ変わらん恋しいです。あれやった、萌えちゃん、萌えちゃん、うん、え、何お前その言い方いやいやいやはいはいはい、お久しぶりです。はい、やっぱ後半だけか。よしモネちゃん偽物結構いるから、うん、偽物だったらやめてくださいまあでもやっぱりあれじゃない、これドイツ戦と同様に1点でしのいたっていうのは本当に大きかったんじゃない。いやそれはでかい、うん、よく1点でしのぎきったよ。かすってもいないのったんだ。かすってもいないな、コンタクトなかったの。はい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 、うん、いやー、かなりちょっと危ないなっていうシーンも何度もあったんですけれども、いやー、よく1失点でしのぎきったなと思いましたね、あそこは。1失点で乗り切ったからこそ後半いけるぞっていうような雰囲気に多分なったんだと思いますね。うん、万歳たるさん、ありがとうございます。途中から冨安が出てきた時の安心感半端なかったです。クロアチアのカット、ブラボー、ありがとうございます。まあ、ちょうどアンスパティとかね、出てくるタイミングとうまくあったっていうところあったもんね、冨安選手も。でそこでそこからあの完璧に抑えてましたし、サイドの突破を、うん、素晴らしかった、マジで、うん、川出さんがすごい、あ、そう言ってんだね、神采配みたいな、うん、ちょうどあのごめんなさい、ちょっと時系列前後してあれなんです、試合終わった後あの急いでミックスゾーンに行くときにあの記者の川出さんと一緒になったんで、その時あのそういう話、いろいろ試合について話してくれたんですけども、まあ、まさにそのアンスパティとか出てくるタイミングに合わせて冨安選手出たっていうのも、あれはもう素晴らしい采配だった、ブラボーって川地さんも言ってました。うん、早瀬さん、ありがとうございます。ファンズカップで時短社員の給料ぐらい賞品いただいたクロアチア戦までのコメントです、ブラボー、すげえな、すごい稼いで、はい、うん、賞金稼いで、いや、なぜゾロみたいな言い方って、まあ、ファンズカップっていうのはあのカタールで行われている、その各国のファン同士が、まあ、チームを作って、フットサルなのかな多分。うん、あのフットサルで、まあ、のトーナメント戦なんですね。まあ、これも、だから要は同じグループ分けとかも実際のカタールの本大会で同じようになってるんですけど、それのなんか結構賞金がすごいみたいです。チアゴも出てる。あ、そう、チアゴも出てますね。だから結局ベスト、いくつまで、4まで行ったのか ?8 まで行ったのかな、ベスト8まで行ってベスト4、ちょっとまずそれは分かんないですけど、でおめでとうございます。はい。KT です。うん。あ、そう。さっきハーフタイムで、でこれはその後インタビューで聞いたことなんですけど、まあ、あの本当詳しくはぜひフィアプラス見ていただきたいんですけど、ハーフタイムにどういう、あ、他会場の情報ね、をどれだけ選手に共有してたかってところで、一応ハーフタイムにドイツが 1-0 で、リードしてるっていう状況は監督の方からあの選手皆さんに共有があったそうです。うん、はい。それ以降はあのもう試合中には選手の方々に共有というのはなかったみたいですね。うん、うま
冨安選手といえば試合後のコメント、いや20分ぐらいなんでいいコンディション調整になりましたっていう、スペイン戦がコンディション調整になりましたっていうのをコメントはマジ熱いですけど、うん、いやもちろんポンちゃんの方が会いたいです、やめてよもうちゃん、そうだったら嬉しいです。KT さんありがとうございます。川崎サポーターでひいきめに来ました。谷口ナイスパフォーだったと思います。え、うん、なんでカタール、いやこれ本当素晴らしい、谷口選手もちょっとお話聞ければよかったね、聞きたかったね、そこはちょっと聞きそびれました。うん、まあでも、初先発で素晴らしい仕事をされたんじゃないですかこれは。うん、やっぱ中盤にもね、やり慣れてる選手もいたし、うん、結構途中からね前線に出てこうカットしてっていうシーンもあったし、いやーまあだから板倉選手に対してのインタビューの中で聞きましたけど、本当にね、まあ、フロンターレの出身というかね、まあ、まあもちろん板倉選手ね仙台にも在籍されてますけど、まあ、フロンターレにかつて在籍して、こうフロンターレのこっちがね入ってるような選手が多く昨日特に活躍したっていうのはこれは素晴らしい、いやあんたたち嬉しいことじゃないですかこれは。はい、うん、どんどん退場だけやめてくれと思ったし、いやまあ本当そこはそうだね、うん、はい、まあ板倉選手はね次累積出れないということですけど、はい、はい、これも記事になってたけど、板倉選まあ次出れなくなって、こうちょっと そこのそういったことに対してちょっと気落ちしている板倉選手に対して、今チームのみんながいや次勝つんだから1試合休めよみたいな声かけたって記事も出てました。いやもうちょっとそれ見て僕涙ありそうになりましたね。うん、シュウさんありがとうございます。放送でウッチーがインタビューしてる人にあっきも映ってたよ、政治系チャンネル放送デビュー多めということです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、内田さんが前の前ぐらいにいたからね。そうね、うん、だ内田さん本当に、まあ、もちろんやっぱ内田さんも代表に長くやられた方なんで、まあ、それも吉田麻也さんとかね結構もいやそれもその2人の関係だからこそ話せる話とかあったり、なんか麻也さんもちょっとまあそのなんかそういじりというかちょっとふざけて、いやいや全然俺話さないよみたいな感じの内田さんに対して、いや内田さん何も話さない、俺何も話さないよみたいな感じで、あと こういうのもやったよね。え、なぜお前聞いてない、おい、いやこういうのもやってたでしょ、手のひら返し、ね、手のひら返しみたいな、こう麻也さんが嬉しそうにやってましたね内田さんに対して、そういうシーンも見れました。ニーニャミルコウジさんです、ありがとうございます。アイミッシュ、まずはこれまでお疲れ様は、引き続き2人とも体を気をつけてね、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、ちょっとね、喉風邪、うん、喉のなんか調子は悪いので、マジでロキソニンとか持ってきててよかったです。結構ねでも現地行ってる人なんか喉から体調崩してる人はなんか多いみたいな話は結構聞きます。うん、ちょっと後半の話、はい、はい、そして後半ね、まあでもまずやっぱ頭から堂安選手と三笘選手出してきたっていうのは、もうこれはもう頭から行くぞっていうすごいメッセージ、やっぱ我々としても感じませんでしたか。感じませんでした。なんで、でも何を感じたのじゃ、あの交代にお前は。いや、嬉しかった。嬉しいとかじゃなくて、喜怒哀楽じゃねえんだよ。はい。ええ。いや、そう、だから俺、もう、こう頭からもう堂安さん、三笘さんを出したっていう時点で、うわ、これはもう頭からもう、なんだろう、勝負仕掛けてきてるなと。まあ、その後ね、試合後にルイス・エンリケさんが魔の5分って証言してましたけど、うん、その、もう本当に勝負に出たなっていうのを、見てる方としても感じました。ちょっと一旦一口失礼します。やめて、ここで一旦、ここで一旦、うん、できるだけニュースです。大前がね、やっぱすごかった。うん。データでも、うん、62分で60回だけスプリント、うん、あれやっぱ効いてたんでしょうね。実際1点目もね、うん、あそこから、まあ、前半も得点にこそならなかったけど、大臣さんがこうプレスしてシモンがだいぶ焦ってるシーンあったもんね、大シモンが、うん、うん、だからその積み重ねで1点目のね、あのプレッシャー、シモンを焦らせることに成功したんじゃないかなと思いますね。
でもそこからの後半、あれ堂安ファーストタッチじゃないけど、そんなまだ触ってないぐらいだよね。まああのね、前田選手のこう大然選手の追っかけからああやった形でボール奪って、あのシュートはちょっとさすがにしびれませんでしたか、テレビで見た皆さんも。めちゃくちゃ気持ち悪い、やばいでしょあれ。見ててワールドカップのこの舞台であんなシュートぶち込むって、シモンの手弾いてね、完璧にミートしてますからね、あれ。いや、あれは震えました、本当に。もうやっぱりあのドイツ戦のミックスゾーンとかでも感じましたけど、堂安選手、本当に、なんて言うんだろう、もう やる、俺は絶対ここで、この大会で結果を残すんだっていうオーラをまとってたので、もう僕、すごいそういう風に感じたので、もう絶対、あのね、またやってくれるなっていうふうに信じてました、堂安選手は。いや、本当にあれ、目の覚めるような。スーパーゴラスだと思います、うん、やっぱオリンピックの10番がね、うん、リベンジ決めてくれたっていうのは、はい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 、確かに嬉しかったですね。その話してたもんな、堂安さんも YouTube で。要はオリンピックで10番背負った選手、その後え、何その、何いや何お前また週刊東京違反に結びつけようとしてるの。月刊とかじゃない。いやそれは堂安選手 YouTube 言ってました。その後そのワールドカップとかでは結果残せてないみたいな、オリンピックの10番は。なるほど、うん、で、なるほどって、お前なんでニヤニヤしてた、そのこれまでの10番を関してなんか批判があるみたいな顔してたけど、してないな、うん、はい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 。ピーマン嫌いさん、ありがとうございます。親善試合も含めて一度も勝ったことのドイツ攻めに、ワールドカップの大舞台で勝つ選手で最高にかっこよかった。いやマジでブラボーです、本当に。うん、うん、いや最高です本当に。コージカさん、ありがとうございます。鷺沼兄弟誇らしい、そうだね、うん、うん、いや漫画みたいな話ですからね本当に、うん、まあ、でそれで1点追いつきましたと。でそれで会場の雰囲気もだいぶ変わったよね、うん、1点日本が追いついたことによって、あの素晴らしいゴールで、うん、もうそこから一気に日本のペースになって、会場の雰囲気も日本っても感じだしたし、周りのね、あの記者席の方もすごい日本を応援してくれてましたね、うん、で、まあその後、まああれも堂安さんの仕掛けからでしたね、うん、堂安さんの仕掛けから、ボール出して、まあまあ本当話題になってますけど、あの三笘選手の折り返し、大前選手の超えてて、最後田中碧選手が押し込むと、最高でした本当に。でただその後なんかちょっとプレーが止まって、ちょっと俺もなんで止まったのか分かんなくなっちゃって、えオフサイドオフサイドみたいに言ってたんですけど、あの時ね、私はね、あの辺で、うん、唯一オッケー、あの辺で唯一というと、でみんなだから、うん、オフサイドちょっと何のことか見やすかった。なるほどなるほど、あの席から、うん、オッケー。ちょっとすみません、興奮しすぎてしまって私は、うんうん、隣のアルゼンチンの人も、いやオフサイドとかではないでしょみたいな感じで、うん、ないってこいつみたいな、オッケーオッケー、うん、いやでも普通にブラアミーゴだから。俺の、うん、うん、オッケー、うん、でまあそれで、結局ピッチ、あ失礼して、ライン割ってるか割ってないかっていうところだってことが分かって、結構あれ相当どれぐらいだろうね、結構見てることして時間 VR かかってるように思えたけど、うん、うん、まあ、あれは結果後から見て、これは VAR に時間かかるなって思ったけど、見てその場ではそんなに、なんでこんな VAR 時間かかるんだろうなっていう感じはなってました。うん、うん、まあ、後から見たら、まあそれはこれかかるだろうなっていう感じだったマジで、うん、うん、でよく、まあ、で結果本当ね、あれなんかネット見たけど、要は真上から見た時に少しでもかかってれば OK ってことなんだよね。はい、はいはい、でこれで本当に1ミリとか 1.8 ミリとかそういうの見ましたけど、本当にまあすごいですね。だからこれは試合後三笘選手も聞きましたけど、なんか三笘選手もその時は、まあ、確信は持ってなかったっていう話をしてたよね、うん、うん、これ出てるか出てないかの、でもなんかまあ自分の足が少し長くて良かったですみたいな、ちょっとおどけた感じしてたけど、とはいえ
なんだ、あの位置からもう誰でもなんかもう普通の人がやったらなんかちょっと足首おかしくなっちゃうんじゃないかっていうぐらいの相当なこう足首に柔らかさがないと、あそこから折り返して、しかも大然選手も滑り込んでたから、そこ浮かせなくちゃいけないから、あれ大然選手当たってたらもうそのままゴールキックになっちゃってましたからね。えみんな必ず、まあいや、なってた可能性もあるからね、うん、そう言って、うん、OK。 それでまたあの幼馴染の田中碧選手を合わせてゴールって、もうこれ本当ね漫画のようなゴールです。本当にマジで三笘ブラボー、三笘さん、うん、本当に三笘さんブラボーです、マジで。いやだ、その後もね、あのカルワール選手ぶっちぎるシーンとかもう鳥肌立ったね、あれは、うん、うん、本当にあの世界にもっともっと世界に羽ばたく選手だなと思いました。ワイワイさん、ありがとうございます。三笘さん、田中さんと小中かぶってて友達に自慢しまくってます。誇りです。いいですね、うん、素晴らしい。ちょっとここら辺で一つ失礼します。やめて、なぜ。いや、もう試合終了ね。いや、うん、うん、カルバールスピード置き去りしました、マジで。うん、うん、いやマジでブラボーでした。うん、でその後、あとはその会場の雰囲気でいうと結構高い上にかなり動きあったじゃないですか。すごいな。コスタリカが追いついたりとか、でコスタリカリードもあったからね。うん、だから一時期はこのまま行くとスペインがもう上がれないっていう状況の時もあったからね。あった、うん、だからそれはもうエンリケさんがね、エンリケさんはあの監督の方のエンリケさんですね、どうだ、スペインの選手伝えてたのか、もうかなりちょっとギアが上がって攻撃の、あの構成を強めてきたこともあったんですけれども、うん、あれ選手はあのスタジアムのスクリーンとか見て、どう見てないのかな、ね、反撃の反応で分かんのかな。で日本の選手はなんかどう聞いた方はその分かってないって話だったけど、どうなんだろうね、あれは。うん、うん、なんか毎回その動きがあるたびに、うん、もうすごい歓声が上がったもんね。もう何度も出てた順位評価、出てたこのままいくとっていう。いやでもその後の、まあ、スペインの交代にしっかりと対応としたあの冨安選手のね、交代とかもやっぱり素晴らしかったなと思いますし、あの遠藤選手もねちょっと怪我が心配されましたけど、あの最後遠藤選手を投入したっていうのはあの、まあ、しっかり守りきろうと、もうそういうメッセージが本当込められたあの采配だったなと思います。エンリケ知らなかったんだ。あ、そうなんだ。へえ。エビンジャヤさん、会場に旭日旗を持ち込んだのはあなたですか。違います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、日本とゴスタイが1位の時めっちゃゴール、いやいや、そうそう、すげえざわついた、うん、めちゃくちゃ、うん、スペイン、ジェルマニーアウトみたいな感じで結構盛り上がってましたね。うん、うんうん、だからまあその後あと本当にね、そのスペインが攻勢仕掛けた時にやっぱ権田さんが本当によく止めてくれました。あれは誰のシュートだったかな、ちょっと誰のシュートかちょっと覚えてないですけど、なんかそう、危ないなった、ね、危ない、2本ぐらいあった、本当にビッグチャンスが。うん、ダニオルもあった気がするな。知ってたら心臓発作起こしてたってジョークで言ってました。そうなんだ。あ、選手はあったわ、うん、あったあった、うん、まあまあ東京オリンピックでもねスペインはやられてる相手ですから、本当にもう最後の特に、まあ、権田選手のもう本当世田谷の誇りです。もうちょっとあの個人的な話するのは良くないかなと思ったんですけど、ちょっと思わず伝えちゃいました、権田さんには。僕も世田谷出身なんですけども、あなたは世田谷の誇りですって
あのその人だけちょっと伝えさせてもらいました。うん、ちょっと困ってるだろう。うん、いや普通に笑って、ちょっと困ってたよ、うん、いや、オッケー。いや、普通に笑ってたと思うけどね。あ、そう捉えた。何なの、お前は。いや、困ってたのかい。いや、ちょっと苦笑い。あ、はいはいはい、オッケーオッケー、うんうん、ちょっと次がやめます。オッケーオッケー。うん。オッケー。うん。ちょっと笑ってくれたのでそれが勘違いやった可能性あります。うん。うん、オッケーオッケーオッケー。手先は。もうじゃあ、終わりですね。まあ、そして、アディショナルタイム7分間ですね。いや、本当にもう、ね、試合後も話しましたけど、人生で本当に一番長い7分間だったかもしれないね。うん、もう そう感じるぐらい、本当に長かったな、あの7分間は。うん。いや、そしてね、だってもうドイツがさ、うん、4-2 になったから。ああ、そうなのよ。あれ1点取られたらもう敗退だからね。敗退だよ、うん、だから森保さんも言ってたね、あの試合後の会見で、残り1分半ぐらいのところでやっぱちょっともうドーハの記憶は蘇りましたと、はい、ただ、その残り1分半になった時に、まあ後ろでこう構えるんじゃなくて前にボールを奪いに行くっていう選手を見て、ああ、もう時代は変わったんだなと。選手たちはもう日本の選手たちはこう新しいところにもう踏み出していったっていうのを感じましたっていうコメントを聞いて、いや本当に、いや素晴らしいですね。森保さんはドーハの悲劇を経験した森保さんが監督中この舞台に立って、同じドーハの地でね、うん、それを実現したっていうのは本当にもうこれは素晴らしいストーリーですね、うん。まあ、今回やったあのハリーファーは本当に、まあ、ドイツ戦、スペイン戦もそうですけど、あのアジアカップのね、まあ、長友選手のクロスからリータナリ選手のボレーシュート、まあ、あの試合覚えてる方も多いと思いますけど、あれもハリーファー、あそこのスタジアムが行われてるそうなんで、もう本当日本の聖地と言ってもいいんじゃないですか。これだけ日本の歴史を作った試合が行われたスタジアムということで、うんうん、ハリーファー日本の聖地です。ルイス・カルラス・ペレス、ありがとうございます。アセンシオが審判平井翔を振り出した時間帯、東京五輪と被ってしまいました。いや、それ俺も全く同じこと思いました。これは、うん、本田さん、ブラボー、マジでブラボーです。うん、うん、そう、引き分けでもダメだった、あのコメントは熱かったね。うん、でも今回のその戦い方、プランニングみたいなところは、あのまあ2日前ぐらいにまた新たにカスタマイズしてみたいなところの話もしてたね。なんだっけな、最初は 4-3-3 か4バックとかで行こうとしたのかな、まあ、要は最初に準備してたフォーメーションがあったんですけど、まあ控え組の選手方々とこう試合した時に全然うまくいかなかったと、あのスペインみたいな形でボール回しをされてしまって、でそこで鎌田選手があのこういった戦い方はどうだっていうのを提案したのがあのプランみたいですね。でも要はフランクフルトの時に、バルセロナに対して、うまくいったっていうのがあの成功事例として自分の中であったんで、これ試したらどうかっていうのをまずは選手の中で提案して、で選手の中で意見をまとめて、吉田キャプテンが監督に伝えて、最終的にこう戦い方が決まったっていう話も出てましたね。うん、フランクフルト式、うん、そう、うん、まあ、そういったところも含めて本当チーム選手本当ね、サポーターファン一丸となっての勝利だったと思います。うん、いや良かった。まあちょっと板倉選手が出場できて残念だけど、いや3人イエローをもらったから本当ね、誰も退場しなくて良かったです。うん、マジで、いや良かった良かった本当に。いや、そしてもう最高のね、試合後は最高の瞬間を迎えることができました。周りもいろんなね、国の方いたんですけども、ウォントジャパンコングラチュレーションということで、もうたくさん声かけていただきました。隣のおじいちゃんが
そういえばずっと。あ、そうそう、アディショナルタイムの時ね。ちょっともう俺はもう、あと何分みたいな、ちょっと興奮しすぎちゃって、隣のちょっと、多分メディアの方だと思うんですけど、おじいちゃんが多分もう、正確に測ってたんで、ストップウォッチみたいなんで、今あとこれぐらいだって、見せてくれて。1分ごとぐらい見せてくれて、もそれで、あ、オッケーオッケー、また何分行こう行こうみたいな感じで。うん、かなりその方も助けられました。はい、うん、インタビューはもちろんそれは緊張しますよ。うん、うん、それを緊張しない人いないでしょ、さすがにあの状況。うん、いや、まあ、ただ本当光栄なことですけどね、うん、あの像に立てる、まず立たせていただくっていう時点で。いや、でもやっぱり負けて、うん、てか敗退していくより全然、いや、もうそれはそうよ、本当によかったね。うん、いや、竹下選手のね、いや前半一番良かったのは俺だと思いますよっていうのも、まあ、僕がインタビューした話じゃないですけど、隣で聞けたりね、また今後も本当楽しみになりましたし、うん、板倉選手も本当すごい優しくいろいろお話し してくださいましたし、いや、もう、拙いインタビューでしたけど、本当ね、答えていただいた選手の方々には感謝したいです。うん、堂安選手は結構ミックスゾーンをこうスッと俺みたいな感じだったんですけど、やっぱそこにね、こういい意味でのこう話しかけるなオーラというか、俺まだまだこっからやってやるぞっていう本当オーラ感じたんで、まあ、試合後にも優勝するぞってツイートしてたんですけど、まだまだ今後やってくれそうだなっていうのを感じました、堂安選手からは。いや、日本の選手もそうだけど、もうスペインの選手も間近で見た。いや、そんな近くで見ましたからね。隣がだから、うん、英語そうね県の 人なのかな、うん、のインタビューアーで、はい、結構スペインの人が答えてて、うん、もうペドリとかね、ずっと、あ、そうそうそうだったね、長い時間喋ってたね、もうすぐ隣で、うんうん、まあ一つ大きな本当壁を乗り越えてね、ベスト16番に来ました。まあ、クロアチアとはね、ワールドカップ、ね、フランス大会、そして、ドイツ大会に続いて3度目の対戦になります。ここまでの成績は1敗1分けという形になります。何？あ、はい、そうですね。はい、まあ、ドイツ戦とかはドイツ大会の時は川口さんがね、PK 止めたっていうことも記憶に新しいですけど。はい、何その表情は。いや、ちょっともう、ほんとこれぐらいの距離かもしれない。何を言ってる？ペドリとか。いや、そうです、それは。うん、はい。内田篤人さんもいました。うん。うわー、正面。うん。中田浩二さんもいました。あ、中田浩二さんもいたね。うん。内田さんとか、川島選手とか流れてた。ああ、そうね。まあ、長い、特に、まあ、真矢さん、川島さん、特に長いでしょうからね、うん、代表でのあれも、うん、あとは、上田選手とかね、やっぱり鹿島の先輩ということもあるんで、あ、内田さんのミスみたいな感じになってたな、はい、うん、そういったところも見られました。うん、もうみんなすごい面々取ってた。いや、ほんとそうだよ、うん、まあまあドイツの時もそうだったんだけど、うん、はい、ブスケツ選手も通ってました。モラタもそうだし、はい、モラタ選手いました。なんか3人ぐらい、ファティも多分いたよね。ファティも3人ぐらい、なんかゾロッと来た時なんか、うん、なんだっけ、マルコス・ジョレンテとか。ああ、マルコス・ジョレンテめちゃくちゃかっこよかった。マルコス・ジョレンテ選手、あと何かバーって来てた、うん。うん、さあ、ということでね、もちろんね、ここからも、まあ、フィアプラス含めて、またこのワールドカップの状況をレポートして一緒に盛り上がっていきたいと思いますんで、クロアチア戦は日本時間だと12時かな、確か日曜の夜だっけ、日曜の夜12時で会ってるかな。影山さん、小原さんのこと知ってましたよ。それは嘘でしょ、さすがに。日曜の夜中で会ってる、あ、月曜0時、あ、じゃあ日曜の夜中24時だね。まあだから、これまでに比べると見やすい、あ、ごめん、スペイン戦に比べると見やすい時間帯かもしれないね。うん。
マジで日本国民みんなで応援していきましょう。もう一つ新しいベスト8というね、歴史を作る瞬間を本当に一緒に見届けましょうよ。はい、23位、23歳、ありがとうございます。今日夕飯を食べた23歳の長女が急にこの人散ってると言ったらテレビ見たら小原さん映ってました。いや嬉しいです、ありがとうございます。結構 LINE もいろんな人が来ました。娘にあんまり見ちゃダメよと教育させていただきました。やめてよそれは。いや正解です。いや違います。うん、うん、かああ、月曜深夜だ、ごめんなさいごめんなさい、そういうことね。月曜の深夜の12時、なるほどね。月曜から夜更かしていきましょう、マジでそれこそ。うん、ちょっと今後どの試合見るかは分かりませんまだ。うん、ボソッと小アロンさんだって言ってました。絶対言ってないでしょそれは。やめてよ嘘情報。でも影山さんもあのブログで発表されてましたね、移籍。何を言ってる、お前移籍とかっていうのはマジで茶化した。いやそういう話じゃないけど、ネロ影山ってやつ。いやちげえよ。おい、はっ、何お前試合にこまけて。じゃあいや普通にその耳が、耳のそのご病気っていう話だったけど、それでコンサートとかそういうのは今後出にくい状況ですけどみたいな、そういう反動はない。いや反動はないとかじゃなくて、なぜ茶化せる、そういう大事なご報告に対して。じゃあ分かんない。うん、まあまあまあ、うん。これは反動ないね。だその中で、まあ、今はあのワールドカップっていうお仕事をあのさせてもらってるってことは本当に支えになってますっていうお話もされてらっしゃったんで、いや本当影山さん、うん、本当応援してます。うん。うん。うん、ちょっと彼の批判も相次いでるようです。いやスカウトの方が、スカウトの方がの意味は分かんない。いや影山さん、うん、影山さんのスカウトって何なんだよ。いやパワープロの、はい、うん、いやインスタももちろんフォローしてます。うん、インスタもだってストーリーに毎回試合ごとのこう一番良かったなって思った選手とかコメントとかってあげられて、いやほんとすごいよね影山さん。うん、はい、ということで、チャンスになるか。うん、うん、バモ東京さん、ありがとうございます。クロアチアさん、気をつけなきゃいけない点、対応しなきゃいけない点は何だと思いますか。まあどうだろうね、まあなんかやっぱ解説の方とかも言ってましたけど、でもそのなんて言うんだろう、ドイツ戦スペイン戦とは違って、その圧倒的にボール持たれるっていう展開とはまたクロアチア戦は違う展開になると思うんで、そういう相手に対してどう立ち向かっていくかっていうのはやっぱ考えなくちゃいけないんですかね。面白い試合になりそうだな。うん、楽しみですね。なんかモドリッチ日本に来るみたいな、そういう記事も出てましたけど、ということで皆さん、引き続き、まあ、今もね、ちょうど韓国とポルトガルの試合も行われてますけど、ワールドカップ、いよいよ、明日から、あれ明日からかな、明日からかな、はい、明日から決勝トーナメントに入りますんで、楽しんでいきましょう。そして、ぜひね、まあ、僕らのチャンネルもそうですし、FIFA プラスさん、FIFA プラスですね、これも一緒にあのワールドカップ楽しんで、盛り上がっていけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また会おうぜ、みんな。はい、失礼します。お疲れ様でした。はい。